農家なんてお前のところじゃなくても腐るほどいるんだよ。そんな罵声が脳の深くに染み入り、唯一と言ってもいいほどのプライドをズタズタに切り裂いていく。不況が続く中、ある程度はお互い様だと思い取引を続けていたが、その言葉で契約解除と復讐を決めた。この男に遠慮はいらない。俺は別所光一、妻はめぐみという。結婚してからもう4年で、そろそろ子供も考えなければいけない時期だろうか。両親から継いだ農園を妻と2人で営んでいる。高校を卒業後、大学まで出してくれた両親は俺に農園を託した後、しばらくして相次いで亡くなった。今は農業が楽しいというのと忙しすぎるという理由があって、子供を作ることにまで頭が回っていないという現状だ。もう少し安定したら農作業を手伝ってもらえるアルバイトなどを雇ってみてもいいかもしれない。昔から農業に勤しむ父の背を見て育った俺の夢は両親の農園を継ぐことだった。作物を育てる喜びは何物にも代えがたい。そしてそれを食べてもらい、美味しいと言ってもらえる瞬間は本当に生きててよかったと思えるくらいに嬉しいのだ。今日収穫できるやつある？いっぱいあるよ。後でお母さんに調理してもらおう。幼い日の幾度と繰り返されたこの会話、何度も繰り返しすぎてほとんど挨拶のようになっていた。農業の喜び、収穫する喜び、食べてもらう喜び、父もきっと同じ気持ちだったんだろう。体を病に蝕まれ、日に日に体力が落ちていく中でも農作業だけは続けた。晩年は動くこともできなかったが、枕元で鉢植えに大葉というほとんど手入れのいらない作物を置いていた。病院に入院した人へのお見舞いに鉢植えは避けた方が良いという話も聞くが、本人が持っていきたいと言い張るから病院へ入院する時も持っていったくらいだ。そんな実直すぎる父の背中は俺が憧れるには十分すぎるくらい立派だったと思う。俺の両親の農園を継ぎたいという夢はあっさりと叶った。小規模ながら俺の農地で育つ作物を認めてくれる人もいる。野菜は俺の育てたものしか食べないというお得意様もいるくらいだ。地元の道の駅や先代から取引のある大手チェーンスーパーなどにも卸している。この大手チェーンスーパーの親会社は株式会社富士という名前で、この辺り一帯で有名な大企業だ。店舗数は100をはるかに超え、もうすぐ200に手が届くかというところだろう。この株式会社富士とは有名になる前の店舗数の少ない頃から取引があった。株式会社富士の富士社長と父は仲が良く、ただの取引先というよりも経営者としてお互いに尊敬し合う仲だった。週末になると富士の社長がうちに飲みに来るので、部屋に帰れという父の言葉を無視して自分の考える農業の在り方や、あるいは父の農業に対する一途さを語ったりもした。最後には父に首根っこつかまれて追い出されるまでがお約束だ。ここまで来れば二人はもしや友達だったのだろうかと思わないでもないが、その週末の飲みも株式会社富士が大きくなるにつれて回数が減り、俺が小学校へ上がる頃にはもうほとんどなかったように記憶している。父の後を継ぎ、俺も農家という家業に誇りを持っていたし、育てる作物へは我が子のように愛情を注いでいた。そして父の亡き今もまだ株式会社富士に農作物を卸せるという事実が嬉しかった。小さい頃バカみたいに語ったあの夢を覚えていられると少し恥ずかしいなとも思うが、あの頃の子供の夢に付き合ってくれる富士社長がいたからこそ今があるのだから、不思議なものだ。そんな折、世界中を巻き込んだ伝染病が流行り、
世界経済はもちろん、日本経済も大打撃を受けた。空気感染し、高い感染力と場合によっては命すら危ういとされる病気で、日本はもちろん世界もパニックへと陥った。国内では外出や外食の規制を含む緊急事態宣言などが発令される例を見ない騒動で、飲食店、服飾店、小売店や俺たち農業を営む者、この騒動で影響を全く受けなかった者はいないであろうほど全国的にダメージを受け、数々の余波を残した。取引のあった飲食店はこのダメージを耐えきれず、次々に倒産を余儀なくされていった。俺の農園も取引先をあまた失い、頼りの綱は株式会社富士だけになっていた。伝染病が蔓延する直前、株式会社富士の専務に社長の息子である安尾が就任した。富士社長には息子と娘がいるが、娘はすでに他業界へ就職したらしく、息子が跡継ぎになるらしい。その息子、安尾は大学を卒業後すぐに就任したため、社会経験がなく、俺たちのような小規模農家を見下していることを隠そうともしない態度だった。はじめは人を見下した態度が鼻につく程度だったのだが、安尾の態度はどんどん大きくなっていくのだった。安尾はこの不景気を打破するため、事業を刷新したいと取引先を回り、卸値を下げなければ契約を解除すると言って回った。この卸値だが、5%、10% 程度ならまだ現実味があり、受け入れられるものなのだが、安尾の提示は 40% 減というものだった。そこまで卸値を下げれば、生活が大きく変わってしまう農家も少なくない。以前は見なかった黒いポルシェを乗り回している安尾に不快感を持ったが、株式会社富士という大口の取引先を失えば、そのまま生活が破綻してしまうため、どこの農家も無理を承知で卸値を下げるという条件を飲むしかなかった。安尾は俺の農園にももちろんやってきた。この卸値の交渉はわずかばかり悩んだ。安尾はともかく株式会社富士の社長の人柄はよく知っている。この卸値を下げるというのは愚策にも程がある。それに株式会社富士にはまだ余力があるはずだ。じっくり考えたが、父の代から散々世話になっている恩を踏まえ、不服な部分もあるが、卸値を下げて契約を続行することにした。いいか、この不景気の中で生き残りたいのなら俺に逆らわないことだ。嫌味な声に思わず睨み返しそうになったが我慢する。安尾の言葉に苛立ちを感じながらも、今はまだ我慢をしようと決めた。そんな状態でなんとか経営を続けていたが、時を置かずして再び安尾がやってきた。卸値をもっと下げろ。不景気なんだからわかるだろ。それにうちと契約が切れればお前たちはやっていけなくなるぞ。安尾の言う通りに卸値を下げると赤字になってしまうのだが、こちらにも策がないわけではない。いいのか、うちと契約が切れてやっていける農家なんて他にないんだぞ。あまりに強気な態度にどうしようかと考えていたら、横で話を聞き業を煮やした妻のめぐみが口を挟もうとしてきた。先代の恩なんてもういいじゃない。大切にしてた息子が専務になってからあの会社はもうダメになったのよ。恩だけじゃ生活していけないんだから。妻の言葉に思うところもあったが、俺はなんとか妻を抑え込んだ。少し様子を見よう。俺に任せてくれたら大丈夫だから。妻には一旦その場を離れてもらい、安尾と二人で契約内容の確認をした。前回よりさらに卸値を下げろという要求は飲んだが、調子に乗った安尾はニヤニヤと嫌な目つきで笑い、次なる条件を突きつけてきた。契約を継続したいなら
それだけでなく手付金が必要だ。それはつまり契約を継続するための手付金、つまりは賄賂をよこせということだ。先ほどの妻の言葉を何度も反芻しながらも、俺はどうすればこの苦境を乗り越えられるかをずっと考えていた。わかるだろう。下びた笑みに生理的な嫌悪感を感じたが、作り笑いを貼り付けて、しぶしぶながらも帳簿にはつけない10万円という金額を安尾に渡した。お宅みたいな小さな農家が生き残るにはこれくらいの接待は必要だぞ。そう言って安尾は農道を走ったことでボディに少し砂ぼこりの目立つ黒のポルシェに乗り込み走り去っていった。上機嫌の安尾と打って変わって不機嫌な俺の様子を見て何かを察したのか、妻は不安げな顔をしていた。賄賂の件は知らないはずだが、何年もずっと一緒にいると少しの機微もわかるようになるものなのかもしれない。もう少し見極めたい。先にそういうことで何か言いたそうな妻の言葉を封じた。安尾の最近の言動はさすがに目に余る。対処方法はいくつか思い浮かぶが、安尾が立ち去ってから数週間ほど経った頃だっただろうか、農作業をしていた俺のもとへ柄の悪い男二人と安尾が現れた。派手な柄のシャツに黒いスラックスという分かりやすい出立ちは本業のものというよりもチンピラとした方が形容しやすいかもしれない。少なくとも肩着の人間には見えなかった。安尾が柄の悪い男2人を連れてやってきた要件はさらなる卸値の減額だった。前回 40% の減額に応じたのだ。今回もそれからさらに 30% の減額だ。もはやただ同然の金額でとてもではないが受け入れることができない。申し訳ありませんが今回はご期待に沿うことができません。安尾のすぐ後ろにいる柄の悪い男二人に気を取られつつも丁重に断った。農家なんてお前のところじゃなくても腐るほどいるんだよ。しかし安尾はそう大声を張り上げ、柄の悪い男二人と共に収穫を間近にしていた人参を力任せに引き抜いた。今日わざわざ柄の悪い男二人を連れてきたのはこうして脅しに使うためだったのか。人参はそう簡単に抜けるものではなく、半分ほど地面から顔を出し無理に引っ張られた葉をボロボロにさせる結果となった。その人参の周囲の葉や表面に出た根っこを安尾と柄の悪い男二人は革靴で踏みにじる。もう少しで出荷できる状態になる予定だった人参は革靴で踏まれぽっきりと真ん中から折れてしまっていた。我が子のように愛情を育てた人参だった。あと2日もあればきちんと収穫できる予定だった。美味しく食べてもらえるはずだった。農家を営む者として許せない最低の行為だった。怒りが沸点まで達していた。そうですか。わかりました。今回の契約について考えたい部分がありますので、今しばらくお時間をいただけませんでしょうか。いえ、日にちを改めていただく必要はなく、30分ほどお待ちいただけませんでしょうか。必死に怒りを抑え込みながら、そう告げるのが精一杯だった。冷静さは何とか取り繕えたと思う。妻に柄の悪い男2人と安尾を応接室に案内するよう指示をし、俺は携帯電話を使い、あるところへ連絡をした。電話をするのは久しぶりの相手だ。懐かしい声と自分を受け止めてくれる心の広さにほっとする。連絡を終えると、やはり自分の考え方は間違っていなかったと確証が得られたようで、先ほどの怒りも少し落ち着いてきた。遅れて応接室に向かうと、安尾たちはふてぶてしい態度でソファーへ腰掛けていた。卸値を下げることができないなら
土地を売るっていうのもいいかもな。まあこんな土地二束三文ってとこかな。ゲラゲラと不快な男の笑い声。冷静になった今ではその言葉も笑って流せる。妻に目配せすると、それだけで察したのか妻も余裕の笑みを見せていた。そして電話をしてから20分程度で黒塗りのクラウンが車列を組んでやってきた。安尾さん、いらっしゃいましたよ。そう声をかけ、安尾と柄の悪い男2人に玄関口の方へ向かうことを促した。田舎で農園をしている我が家は土地だけは広く、やってきたクラウンは次々に我が家の敷地、庭兼駐車場のような空きスペースに泊まった。黒いクラウンからは次々と株式会社富士の幹部クラスの者たちが降りてくる。お前はもう終わりだな。安尾の後ろからそう言葉をかけるが返事はない。その光景に圧倒されているのか、状況がつかめておらず言葉が出てこないだけなのか、安尾は玄関を出てすぐに固まってしまった。一番高価なグレードのクラウンからは杖をついた株式会社富士の富士社長が降りてきた。安尾にとっての父親だ。腰は少し曲がり、杖に頼らなければ転倒してしまいうまく歩けないのだが、それでも長年第一線でやってきた威厳があふれ出ている。安尾はキョロキョロとあたりを見渡し、さっきまでの上機嫌だった桃色の方が一気に青白くなっていった。富士社長はカツカツと杖で音を立たせながら歩き、まっすぐ安尾の方にやってきたかと思うと、その正面に立った。この愚か者！怒鳴った声が辺り一帯に響き渡り、それなりに距離を取っていた俺たちでさえ鼓膜がじんじんと痛むほどに震えた。このお方は我ら株式会社富士の筆頭株主だぞ。安尾が富士社長と俺の顔を交互に見比べる。隠していたわけではないが、専務クラスである安尾なら知っているかもしれないと思ってあえて言っていなかったのだが、その表情と今までの傍若無人な態度を見るに知らなかったらしい。うちの経営が伝染病の蔓延で存続できないほどになっていたことは知っておろう。社長は怒鳴りこそしなかったが、重量のある声で安尾から目を離さず語り始めた。それを救ってくれたのが光一だ。株式会社富士は買収こそされたが、経営や方針なども今まで通りでいいと言ってくれたのだ。そんな相手にお前は一体何をやっているんだ。安尾は反論もままならなかったようで、体の横で両拳を握りしめ小さく震えていた。柄の悪い男二人組の方はというと、当たり前のことながら居心地が悪いようで早く帰りたそうな素振りを見せていた。そんなこと言われても知らなかったんだから。幹部役員に囲まれ社長に叱られているというのにもかかわらず、あまりに頼りない態度だった。年齢から察するに安尾が生まれたのは社長と父が毎週飲んでいた頃くらいだろうか。社長は当時俺やその他の子供に対して甘いところもあったから、少々甘やかされて育ってきたのかもしれない。しかし大人になってしまった今ではそんな言い訳は通用しない。安尾、光一に謝りなさい。大人になって親に謝罪を促されるのはどんな気分なのだろうか。口を開かず下唇をかみしめているのを見ると相当屈辱的なのだと分かった。結局その日は安尾からの謝罪を聞くことはできなかった。俺が卒業したのは農業科のある大学だった。どちらかというと工業的な面で強く、大量栽培などを学ぶことが多かった。俺は中でも農業と IT 技術の可能性を学んでいて、卒業後には様々な IT 技術を農業に活用できないかとも不信していた。その結果
農業の知識が乏しい発展途上国などで、最低限の設備を整えれば、ネットワークを通じて俺が指示を出し、遠隔で操作できるロボットなどで新たな農業の形を発展させた。このシステムのおかげで飢饉を免れた地域は数知れず、 IT 農業界で俺は第一人者となっている。親から受け継いだ農園では、あえて IT テクノロジーを取り入れることなく、土壌の研究や新たな品種の栽培などに注力している。自ら収入をひけらかすようなことはしないので、ご近所さんは知らないが、今では先進国からも助力を求められ、年商は億を超えている。株式会社富士に救いの手を差し伸べたのは、父と富士社長が親しかったからだ。俺も富士社長にはよくしてもらった記憶があったし、親戚のおじさんのように慕っていた。光一がいなければ我々の会社の存続はありえなかったんだ。大げさではなく命の恩人だと思っている。それなのにお前と来たら。安尾は何も語ろうとせず、固く口を閉ざしていたが、その後の富士社長直々の調査や幹部役員による聞き取り調査で、安尾の悪事はすべて暴かれた。安尾は農家たちに卸値を下げさせ、その差額を着服していたことが分かった。さらにお礼賄賂を要求したことも明らかになった。賄賂に関しては俺だけではないと思っていたが、どうやらその通りで、複数件の農家からも受け取っていたようだ。その脅迫、横領、収賄は犯罪になると認識すらしていなかったらしい。その犯罪行為で集めた金が、あの黒いポルシェになっていたらしい。いくら縁故採用でも、入社数ヶ月で車が買えるのはおかしいと思っていたが、まさかという気分だった。今回の件は、互いに支え合わなければならないはずの農家へとんでもない所業をしていたと、富士社長は相当腹を立てていたようだ。富士社長が年を重ねてからできた息子とあり、甘やかしてしまったと謝罪があった。後日安尾は社長と共に謝罪行脚を行ったが、すべての謝罪を終えると、富士家からは半ば感動のように追放された。株式会社富士は娘婿に継がせるらしい。その娘婿とは仕事の都合で何度か話したことがあるが、俺と年が近く、クールな見た目とは裏腹に喋るととても面白い青年だった。それだけでなく、言葉の端々から責任感や真面目さが伝わってくるのだから、男の俺から見てもいい男だった。結局安尾から謝罪の言葉は聞けなかった。しかし聞く必要もなかっただろう。安尾自身の生来の性格なのか、甘やかされたために後天的なものなのか、いずれにせよあれは人に謝罪できるタイプの人間ではない。同じ血を引いている富士社長の娘さんや、その伴侶となる娘婿は問題なんてどこにも見つからない人間だっただけに残念だ。だが我々の業界は狭く、噂話や事件はすぐに周知されてしまう。安尾はもう農業関連の職場へは就職できないだろう。あの性格だとどこの会社にも就職できないと思うのだが、その場合はどうするのだろうか、などと自分には関係のないことをたまに考えてしまう。俺は今実家の農園で働きながら、リモートで世界中の農業関係者に IT テクノロジーを取り入れた革新的な農業方法を説いている。今すぐには無理でも、こうして日頃の研究を欠かさずにいれば、いつかテクノロジーの進化によって世界から飢饉がなくなるだろうと思っている。親から農園を継ぐという夢を叶えた俺の次の夢がこれだ。世界から飢饉をなくす。決して簡単なことではないだろう。今は順調にいっている研究も行き詰まる時が来るだろう。しかし希望を忘れずに夢を見続ければ必ず叶うと信じている。農業という仕事は土臭いイメージがあるせいか、
安尾の言う通り安く見られがちだ。だけど農業がなくなれば世の中は立ち行かない。俺は農業を若者からかっこいいと思われるものにしていきたいと思っている。テクノロジーを取り入れることに反対する人もいるだろう。だけど若者が農業に参入してくれることによって収穫量が増え、貧困にあえぐ人たちを助けることにつながると信じている。俺が父親の背中を見て思ったように、自分に子供ができた時、子供にかっこいい農家の父親だと思ってもらいたい。そのために誠実に農業と向き合っていきたい。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。